妙言寺にある高木清秀の墓。高木清秀は戦国時代の武将。織田氏、徳川氏の家臣。徳川十六神将の一人。家紋は高木隆の羽根。水野信元に属し、尾張小川にジュース。と、関営諸家系図伝にあるが、元来は三河の出身という。若年の頃、信元の下を去って織田信秀に属し、 天文十七年の第二次小津坂の戦いで、巧明という。その後、再び信元に属し、狩谷の戦い、岩瀬の戦い、姉川の戦い、長島攻め、長島の戦いなどに従軍。特に岩瀬の戦いでは対抗を立てたという。清秀は、岩瀬が出戦で家康の重臣、石川和正と名などに渡りやりを交えた。永六六年秋に、 三河一向一揆が放棄し、家康は苦戦を強いられる。信元は追い、家康を救援するために出馬し、これに従った清秀は、一揆勢を相手に奮戦、浅出を追った。一揆を鎮圧した家康は、翌英6 7年6月、清秀が水野家に属しているのもかかわらず、高岸の小地三河大岡郷領地の反物を与え、その働きを称した。 天正2年7月、第3次伊勢長島攻めに出陣し、戦闘を進み、敵陣に切り込んで一気の手、先駆け、聖人棒を打ち取って、文明を響かせた。しかし、この合戦で、着難、光秀を失っている。また、日本戦士長篠役保伝、第58には、高木清秀と、真田正輝が槍を合わせたという記述が見られる。天正3年に、 信元が武田勝頼に内通した罪により、信長によって殺されると、佐久間信盛のより木となる。天正四年より信盛は大阪攻めを担当するが、清秀はそれに従って、天皇事情に入り、しばしば大阪の一騎と戦った。天正八年八月、佐久間不死検疾上中に、信盛が三河にもより木を持っていたことが書かれているが、この清秀を指すのであろう。 信盛に従って、対、大阪だけでなく、松永攻め、有岡攻めにも活躍したという。しかし、その信盛も天正8年に、信長によって追放されたため、おそらく、信長直属の家臣として、使えるようになった、と思われるが、この頃の行動は、全く伝わっていない。天正10年に、信長が死去すると、10月24日、甲府神父にて、 徳川家康に越して、主従関係を結び、尾張、三河、東東美に、最地戦国を与えられたという。その下で、小牧、長久手の戦いや小田原征伐に参加。天正十八年八月、武蔵、和佐、相模にて五戦国を治療。文禄三年に三男摩擦具に家督を譲って、相模国海名に隠居の身になったが、慶長五年の戦乱の時、 下月小山へ施行して、秀忠より羽織を賜ったという、慶長15年7月13日に死去、去年85、生涯に45箇所の傷を受けた。武勇に優れ、戦場で数々の逸話を残していることから、徳川十六神将の一人として数えられている。また、息子の正次は、江戸幕府創設後、河内国丹南藩の藩主となり、高木氏は、 単南藩として、明治維新まで存続した。ありがとうございます。